さあまずは大事な大事な1戦目ファーストラウンド開幕、お互いバックダッシュから急降下に対してゲナを置いている声なし、滑走カウンターはしっかり拾って遅らせ殺し、ゲナがヒット運んで 3C から超立判断グーアツムシ完璧バックジャンプしてから対空の仕込みを潰す選択肢、ゲージ回収からしっかり安定、いや高いルートいきましたね。ほんで理想的な流れでまずは声なし、2本目立ち回り、おしやはりこのセグメントを巻いて立ち回りを制限しつつ前に出るとそういった印象がありますが、ダッシュし、ぶち込んだが囲まんならない、ダッシュから切り返していくのはオーシュ1投、うますぎる急降下に対してゲナ大きい、非常によく画面が見えている、くぐったところ 3B からしっかりオーシュ置き、戦通消失ペネから 6C、 C セグがついてガフが割っている、コンボをつないダメージは伸びる、置き攻め裏タク落としたところ、スカチェから切り返してあるのか、調律3段から EX の誘導つないで朝越し、つながらないか、しゃがみがヒット、ここは逃さない、ゴミなし、 CVO からインフィニットワーズイグジスト、まず1セット目はゴミなし、このセット何を思うか、オーシュヒット続投、かなり下段がうまいことヒットしていた、はい、イメージがありますので、そこの嫌な流れを引き継いだくないですね。王手だけ暴れ潰しになっているのはタチ CC、戦通戦通からセグがヒットして 6C で締めれないが画面端は維持、見えているが打てるものがない、 4B ヒットタチを繋がらない、早めのファンシー切り返していく、ブレイクは免れたものの走り投げてダッシュが外さぶらない、しっかりくぐっている、素晴らしい巻いてる、戦通にシールド取って立ちへ確定を取っていく、見えているが、そうですね、あシールド取られてもキャンセルが効くので無敵のない行動では割り込めない、まずはオーシュヒット2本目、ゲージはあるオーシュヒット、対するゴイナシはゲージを作るところからセグワカウンター、この指導はまだそんなに高くはないので安く済んだ方ではあるが、流れがいい裏タクガード、ダッシー C からチェーンシフト使ってユリフレーム投げを外してしゃがみ、しっかり踏みに行く、しゃがみ差し込んだ下段がヒット、コンボは止まらない、 6C からしっかり見ているガーフに対してベールオフ、無敵を当てていく、これはかなり伸びる指導、超痛え、妖精サルゲット、アサルト触りに行く、オクラス C ガード、王将硬くなるが切り返していきたい、ゲージは払ったが滑走を盾に C 戦を防いでベールオフ離していく、遅らせずらつぶし2回目、心の隙間ですね、取り返して 1-1 投げを外して流れを持っていきたい、ゴイナシ暴れを許さない、投げを外してダッシュ割れている、これは非常に美味しいぞ、見ている、エーペネに対して対空4ピン、集中力は半端じゃない、新セグやはり着地に余っている、この三振中段ガード投げているのは欧州ヒット、
ググって探し、うますぎる。ラッシーから調律三段 CVO からインフィニットなりている。ショールーザーズのファイナルです。ワンピガーが欧州ヒット、ツーピガーがひし形のワグナー開幕。喧嘩である、お互い前に出る、中段から暴れ通し、めっちゃ強気、こっちも押す、おめえが押すな俺も押す、正々堂々と喧嘩をする。奥攻め、チェンシュートから立ち入れで成功を消して前に出る。この辺りはしっかり対策ですね。前に出るか、投げ、ここも強気、9個か、しっかりガード、下段から6ミバックステからダッシュからチェンシュートで攻め継続、小足をヒットオフにしっかりしている。ダッシュから 6C から駒投げ一つ、表に返ってセグメント、急降下下段をしっかりガード、暴れ潰し、ここも我慢している。ダッシュ B 石型我慢の時間が続く、下段もガード、ゆっくりいく、 CC もガードして見ている。 A バッケンから最大リターンを取ってくる。 J シュート、シュラーク、シュラークでは当たらないが、投げでリカバリー。まずはひし形、非常に濃い内容の1ラウンド目、開幕新戦でゲージをとにかく払って立ち回りを制圧したい。暴れ潰しになるダッシュ、立ち火を潰して画面端、背負わしてる時間自体は長いので、王将もしっかり知名度を取っていきたい。リスク回避、お互いガード、チェンシュート、状況を見る、ゲージが溜まってきた、投げを一つ、これで画面端、探しにしると距離を離して、石形じわりじわりと削れてきている。前ジャンパーしっかりシールド、高さがあったので立ち合いが確定している。集団持ってきたぞ、いいダメージが出る、大きなゲット、バラした、無敵のある切り返しの駒投げ、欧州勝ちにこだわる、しっかり取ってこれで 1-1。 ゲージは作れているワグナー、このゲージをどう払うかというところなんですが、やはりローエンに吐きたいという気持ちがあるんでしょうが、しっかりシールド取って待ち、こいつもやってくんのかよ。ロビン、しゃがみ暴れるか、投げでブレイク、暴れ潰し、天下の宝刀 AC 連携、取り切れない、フレの炎で強化をつける、位置ずらして、おっ、ゲージがあるぞ、シエサワグナ巻いてる、ジャンプ B から育っていく、暴れ潰し、シャガシー持ってきた。さあ、3000は減るぞ、リターンの高い、周期が見えている、緑は割れず外して、ヤシミ新セグリーチをかけたい、石形我慢している、我慢を押さない、我慢強い、中段ガード、アクファンだったか、押しているのはタチ、そうですね、フレームでは勝てない。1セット目は菱形とはいえ、かなり競っていた印象を受けますね。そうですね、競ってた中でやっぱりキャラ対としてのエーペネにシールド護衛とかもサボってないっていう感じで、サボってないですね。上位セット目、はい、欧州はここに負けるなどがない。あ、相手確定してるのか、ダッシュシーン6ミー、これが痛い、減るぞ、リターンの高い暴れから投げを外して、しかし位置を入れ替えるチェンシュート、かなりいい使い方ですね。投げを外して
あ、しっしっかりシュート取れている。シガトムちゃんと投げの読み合いのところはちゃんとボタンを押してる。ワーグナーのダッシュの初速を使って投げ、素晴らしい選択肢。投げを打つ、漏れるが、マジかこいつ、激しい細かいテクニックが光りつける。そうですね、後ろからでも消えるんで、あれ王中さすがにその状況は見ていなかった。思っていた状況と違うかったっていう感じですね。立ち上げてしっかり確認しましたね。立ちくらい初出6進化セグがついて画面端まで投げを通している。押し投げは通せているんですが、ブレイクがない。必死がノーキャンセル、我慢強さか、ダッシュミシュート取れている。これはワグナーさん相打ち、前に出る前ジャンプ切り返して、あ体力的にもワグナー厳しいけど深め投げは遅らせ外している。さあ相打ち状況の A バッケンは投げ以外でも勝てない。確定ている。ダッシュシーン本当によく見ている。中段ガード遅らせガードしている。ユーリフレームくぐってちゃんと様子見する。相打ち状況のやはりフレーム合わせとか丁寧に行きたい。6進消失まで2ビハセ6なんで最終ラウンド次につなぎたい欧州。駒投げ大胆にいく壊しから立ち出すか、シールド取ってノーキャンセル。お前シールド待ってるんだろうと読み合いを回すか。送らせ金を外してチェンシュート、飛びたいところがバレているダッシュシーローエン下段から、やはりこの技しゃがみに今度はしっかりセグがついて表タクしっかり見ている。ベールオフ回し埋めてとにかく払って浅田飛び CS はワグナー、あとかけていく我慢している。シーセグ素直に降りてシーセグをやり過ごす。コマ投げ A 埋めて中段ガードコアコア任せ切り返して中央シーセグが襲ってくるが取り切れない。セグは結構痛いぞ。発生補正がある。追いついた A 埋めて下段ヒット中段ガード下段暴れ潰し下段でアルファジン潰し。取り返して11欧州投げをかなり通してから駒投げに切り替えていきましたね。そうですね、まあ、最後の場面駒投げ通したいところだったんですけど、まあ、ちゃんと刻んで。そうですね、やはりあの上を入れたいところに立ち A からの下段されますね。それ投げを嫌うと食らってしまう連携ですね。しかしは使わさせない。さあセグに対してちゃんと強化をするようになって、なってきましたね。フレーム押していく逃げる B バッケ暴れ通しガードしている。さあ欧州がのびのびとボタンを押せるようになってきた。石川さん何を選択する。くぐってはいるが急降下発生、これが痛い。超異定指導セグから6進シナガード石川が我慢している。宗教赤チャミから前に出たいが下段ガード投げは外して、ダッシュガードはサボらない。使わしたダッシュ食うくらい難しいか相打ち見ている。出なかったか伸び伸びたいところに下段、いやダッシュ刺さってますね。かなり有効に機能していますね。チーペね、おそらくブレハーを選択していたので先飛びで、あのストラムを釣った形かなというふうに思うんですが、それでも状況はしっかり把握している。 3B から
中段ヒット、めっちゃ美味しい状況、締めない沈む。さあ2枚目か、読み合いアサルト対するは投げ、完全に読み勝っている。中級赤ローエンに対してはガードストラスト、有利フレームは取らせない、シュート入れてるか、確定はない、有利フレーム送らせ、ガードシール立ってしまう。まだ知らないが勝手球がついて、読み読みバックジャンプに周期もあるぞ。これはさすがに消失、ジャンプ B から消失、耐久2つのイグジェスト。いい形で取り返す。さあゲージ状況がしかし悪いとはゆえ気持ちが入る勝ち方をしているオーシュ、石型立て直していきたい、コマ投げ下段ガード取っていく、やはりオーシュが前に出る時間が多い、 CS 剣もいってますからね、本命だ。これがダッシュに投げを嫌うとこれが通ってしまう。さあ2択になるぞ、ガーグに対してはしっかりベロフよく打てているが、シーコマが知らついたかな、6人押している、橋橋へ運ぶ、中段ガード、 M 式にはいかダメ、橋継続はワグナーサビ押させてしまった、菱形しっかりガード、ゲージを100吐かせた形ですね、 CS 吐かせた、これで駒投げでの芯は見えないんだが、よく飛んだ、ガーフを1つ、まだ知らない、まだある、 CS 剣は赤色、セグメント、セグメント、セグメント、これは打っていく、 B バッケ、中段ガード、中段ガード、中級は赤、厳しいところ、ジャンニーシー何を選択、シャガミシー、命が惜しければ邪魔をするな、大事な1セット目、開幕ダッシュしゃがし、様子見するのしてますね、いないよ、お前ここは下がるだろうと、そんな意思が見えますね。サンビーは待っている、投げは外して、ここは押さない、オーシュもしっかり先ほどの負けを意識していますね、しかし緑が見えたか、暴れつぶしのカウンターしっかり確認している、カットからダッシュし誘導抑制ですね、しかし投げは外して、CS に行くか、 EC カウンターかなり美味しい指導が入る、テンから6シートが出ている、中段にアサルドが取れている、だが逃げが届かないので、ね、画面端を取っていると周辺距離が離れてしまうので確定が取りづらいですね、そうですね、あと金投げ、お前ここはボタンを押すだろうと、そうですね、グラップを入れてる場合受けれなくなる金だけ、そうですね、金は通常かなり猶予のある、あ、投げ抜き猶予のあるだけなんですが、ボタンを押しているとナイスでカウンター判定が出るので確定する状態ですね、なので次はな通常投げ、アサルト読み合い回してる、三振から勝率3つ EX の誘導までゲージをしっかり払います、投げを1つ周期もある、アサルト安定からここも我慢している、しかし拾えないが、ゴムフレス、めくりになるジャンプビン、さあ欧州持ってきたぞ、さあ C 走行で締めて、状況外セグメント、中段ガード、アサルトもガード、ダッシュビン、さあ先手にヒット、初めてヒットしたんじゃないでしょうか、そうですね、走行からセグがついて打っていくが、 C アセントどこ当たってんの、すごい当たり方した、うーこの 2G 押す、こっちも下段多く、あ、もともと C 誘導は真前にしか判定がないんですけれども、まあペネが前から振ってきたので、そうですね、
初めて見ましたけど、あんな初めて見ました。あの状況を見たことがなかった。さあ、マッチポイントですかね。そうですね。おっしゃ、ここはヘネを我慢しましたね。下り、素直にいく。アドリブはバッチリできています。ロクシーが下段からの駒投げ、これが通りだぞ。やはり瀬戸の勝ちパターンになる。下段はガードして、コアコア割れている。これは美味しいぞ。下段2つ中央に逃げたいが、くぐって対空読みですね。深めのダッシュ、投げを外してしゃがみ、ジャンピングから触っていく。下段1つ、投げを外して今ハンドがいい。バックスに引っかかるのは探し、すごい高かった。引かない、シャビ押させる形で、ね、これはダッシュ C が見えてるので、シーアセント、しっかり打っていく。表に帰って送らせてしまうガードしている。 CS 券取れてますね、オヒットさん。先ほどがずっと光ってますね。対空はしっかりとアサルト、ベネが稼ぎんぞ。よくある、あさり始めたかが厳しいか。さあ、まだワンチャンあるぞ。アサルトが見えている。小さいグー、シーアセントは空を切る。ここは王子を丁寧にいきたい。これはさすがに勝ちがない。ゲージは作りたいところですが、王子もやはり熱波ですね。セカンドクロスディバイド2セット目。さあ、下段当たらなくなってきましたね。そうですね、王子が先ほどからこの 3C をずらして、そこにペネトレイトしっかりぶち込めるっていう感じですね。ありがとうございます。おお、マジか。くぐって送らせ、しゃがみ B のポイントで送らせてしゃがみ B を振っていたゴイナシですが、王州そこはしっかり我慢している。投げ落として中段ガード、しゃがみ押す。一入れ替えは少し難しいが、しゃがみ C いって誘導からアセント。これはさすがに何もない、かけないんですね。マジかよ、ベイカウンターは痛いが、コンボが続けてないぞ。ここで投げに来るこの危険なゴイナシの強さ。ここで赤投げ、どうすよ。一回投げ取ってんもん、そら押さないと知るもん。最終ラウンド新セグ、とにかくやはり簡単に形状をかけるのがこのセットの強みではあるんだが、中段を置く。ダッシュに A に重なる形、下段ではなく駒投げ。早めに CS 使う、ブレイクが来るのでここで CS アークのもったい集計が来ますね。いやー、上級ファンだ、完璧。打っていくベールオフ、 A が生まれないか。確かに 4B バックセカリですね。投げ、この起点である、投げを2つ、はい、これで4戦。しかしバランスだぞ、見えているか。バックステ冷静、くぐって三振は当たらない。ペグはしっかりガード、バックジャンプ追いかけさせない。トビ読んでたんですけどね。しかし持ってきたぞ、ペグがこれはちょっと邪魔をする。安くなって少し下段裏ガードしている。バックジャンプ追いかけれない。三振すっから正確っている。これで返した、これでいちいち。いやちょっと欧州はこれに勝てばリセット。命が惜しければ邪魔、ネガヒデも欲しい。ファーストクロス、お互い前へ前へ、ね、もう後がねえってのに前へ前へ、ね、呼びバックシャンプ、ゲダついに通った。あ、中段でブレイクまで、これは美味しい、流れがいい、最高の形と言ってもいいでしょう。下段押して、投げを外している、ノーキャンセル投げ、オーシュマジでいけいけ。なしみくぐっている、ドラスト怖いぞ瀬戸。急行発生がちらってきましたが、今も我慢していましたね。持っていきたい、4名バックセカリですね。当たらない、持ってきたー、きたー。
俺はどうだ、何を選択する、チェンジンと一つ、なるほどーと思った。ゲージ回収から状況作りに行きましたね。さあ流れがいい、王子リセットリーチ、コマ投げ、あコマ投げ通せるようになってきましたね。立ち見カウンターを暴れたくもなるよ、逃さない。あーこれ重いよ、消失シーソーコインデーヨース。そうですね、やはり先ほどから CS の回数が圧倒的に王子が多い。カウンター割って、これは取れないが、いいし、これはかくってる、届いている、セグマについてシュート取れているが、シュート取ってもかかんがない。アサルトシー持ってきたぞ、しっかり見えているので払っていく、参戦ゲット、怖っ怖っ怖っ。 4B をガードしてから次の 4B を待って爆発してますね、オーシュ本当に防御の読み合いがうまいですね。危ない、危ない、シュナガード次にはシールド、ノーキャンセルだから、サーシー追いかけてリセットまで、心が強い。さあこれでイブがルーザーズに落ちたんです、ね、そうですね、なので、グランドファイナル2セット勝った方が優勝。いやホモの定めに強気に前ジャンプしてるのも結構見て取れるんで、そうですね、ジャンプ B ジャンプ C をかなり効果的に使っている、拾うダッシュ C からこの状況は慣れているっていう感じ、割れて流れが良すぎる、怖怖こっちも押す、この流れで壊し押すのかお前は、投げを外してダッシュ B 爆せ、もうペテに付き合ってないですね。しかしこれは吐く、周期の頭だったのでやはり次の周期を見ていますね。欧州明け数字全員一は達成じゃない、コマ投げまだ残すが、が来るぞ、くぐってとにかく付き合いたくないが、キワッとして赤くなる、投げチェーンシフトの逆択、開幕6時もう押せ押せ、俺は何でも通せると、飛ぶ知ってる、バックジャンパー後追いのジャンプ A から初出か新走行つないで、いやーバックガークに対してはしっかりベルオフ、全部返してますね。オーシュ我慢している、オーシュ我慢している、固まってるしっかり投げて爆発またでもすかしげだって、これは状況取る、なるほど、相手のベロを終わらせる目的ですね。そして CS は取る、やはり欧州非常にゲームメイクがうまい、シャガシー持ってきたぞ、シャガシーが漏れる、ここは取って、欧州 連勝ですね、3連続、いや3連勝、そうですね、問いなし、何を考える、何を思う、集中していきたい、高めていきたい、負けた方はキャラ替えの選択はありはありなんですが、とはいえさすがに行動を選択するんじゃないかなと思うんですが、悩んでいますね。3連続で取られるとね、そうですね、やはり効果的にチェーンシフトをより多く使っているのが欧州ヒット、そうですね、ですね、で焦ったところのシールドは全部逆タクというか逆のタク、そうですね、で割っているっていう形なので、完全にうまいこと流れを掴んでいる、持っていってますね、で
4B も我慢しているし、我慢してるなと思ったところで爆発で、本当に呼びかっている。キャラクターは結局炎さあ、マッチポイントになるのか、いつでは足、届かない、倒したか、 4B PC 漏れる、ダッシュ右かな、ここは手でいきたい、勝率3段安定で払って、コアコアコア丁寧にいく、周期を見ている、渡さない、投げを外して、逆に投げて画面端へ、逆タクマジで言ってんの、なんかコンボはできないか、セグヒット、セグ指導はそこまで伸びないんだが、周期が来る、あ、こっから赤いぞ、確定している、下段ガード、コマ投げ、これはいけるか、水曜 A6 出ない、シガソ、シーセグ、セグがヒット、欧州優勝リーチ、だいぶ戻してみたい、ダッシュし、本当に強気なこと持ってきた、ついに最大リターンのオクラスタッチ、惜しい、カウンターは痛いよ、3700、3700、コアコアコア、前に出る、逆に投げて、さっきのはジャンプだったか、やはり下段、これは出ていきたい、勝率 CS、 C 勝率しっかり足りている、ピタゲージ化して祭り、さあ状況はいい、ゴムですね、とはいえ一セットを追う、先に触るのやっぱりお引っ越し、あっ、チナカード、エグがヒットする前にペレが重なり、ゲージを払って周期もある、ああ危ない、危ないところ、コマ投げ、これは使って次の周期を狙うのか、そうですね、もう暴れれにくくなるんで、どうする、割り目はマジかよお前、それ通ってたら死んでたぞ、よく押した、下段下段か、ちょっと硬い、飛び押し、下段ガッシュ成功か、どうしたダッシュ B かな、これは 6CCVO、 おしゃれだった、 FIW するまさかの4連勝勝ったぞ、欧州ヒット、優勝は欧州ヒット。